はい、85年ですね。TV is more suitable for family entertainment than the radio, precisely because it makes so few demands, leaving one with plenty of attention to give to the noisy grandchild or talkative aunt. はい、ということで、テレビはまあラジオよりもいいと、ね、その、ファミリーエンターテインメントとしては、まさにこうだからと、だということで、precisely because、要は、あまり要求をしてこないということですね。で、まあ、人に plenty of attention、たくさんのアテンションを与えると。で、noisy grandchild とか、talkative、ね、おしゃべりなおばの、まあ、面倒を見るということですね。要は、まあ、テレビ見ながら、まあ、見てないんだけど、実際には。まあ、そうやって家族団らんしている様子を思い浮かべてみてください。で、if the programs required greater concentration, one would resent the distractions which inevitably attend the family circle. ここ難しいよね。もし、プログラムが、番組が、より一層の集中を求めたなら、人は怒るだろうって言ってます。resent は、憤慨するってことですね。怒る。the distractions。distraction っていうのは気晴らしってことなんだけど、まあ、気晴らしっていうといい風に捉えるかもしれませんけども、なんていうかな、気が逸れること、気が散るってやつですね。うん。で、どんな気の散り方をするかって言ったら、ファミリーサークルに必然的に伴う気の散り方に起こると。アテンドっていうのはこの場合、出席するではなくて、何々に伴うっていうことです。必然的に、要はその家族の輪に伴う気が散ることってことですね。日本語にできないね。つまり、家族団らんでいるのに、テレビがああしなさい、こうしなさいって言うと、イラッとするって話ですよね。うん、ただそれだけです。はい、で、まあ、見ていきますけども、the less demanding the program, therefore, the more outgoing and sociable everyone is, which makes for a better time for all concerned. ということで、はい。これ、the プラス比較級。the less demanding と、the more outgoing and sociable。ここまでが対応しているかな、ということですね。the プラス比較級。the プラス比較級ですね。なんで、ここはまあもう動詞がどうのこうのというよりは、the プラス比較級、the プラス比較級で訳していくと。で、何々すれば何々するほど何々だと。何々すればするほど何々だと。いう訳ですよね。だから、番組があまり要求しなければ要求しないほど、それゆえ、まあそれゆえ、番組があまり要求しなければしないほど、more outgoing で、ソーシャブルにみんながなるよと。で、その結果、ね、カモビッチだからこうですね。で、ここ、make for で、まあ、これちょっと難しいんだけど、何々の役に立つと。ね。で、ここの all concerned っていうのは、全員ってことです。ね。関わってる人すべて、関係者全員ってことね。まあ、この場合だと、ま、家族の話になりますけどね。まあ、その全員とって、より良い時間を作るのに、ま、役立つと。そのより良い時間に役立つと。いうことですね。はい。ということで、訳作ってみたんですけども、番組があまり要求をしなければしないほど、皆外交的で社交的になりと、アウトゴーイングとソーシャブル訳しにくいと思うんですけどね。アウトゴーイングでしょ。外に行きたくなるわけでしょ。外交的と、外向きなわけですね。で、ソーシャブルは、これ社会的なじゃないからね。社交的なだよ。ね。社会的なって言ったらちょっと違う話になっちゃうからね。社会的な問題になっちゃうから。社交的だと。ね、外交的で社交的になるよと、ね、いうことです。で、家族全員の、まあ、all concerned は関係者全員ってことだから、まあ、家族でしょうね、ここはね。家族全員のより良い時間の役に立つと、ね、いう形になるでしょうか。まあ、番組があまり要求しなければしないほどってところが、もうちょっと意訳してもいいかな。番組内容があまり、要求、うん、要求、まあいいか、これで。番組の内容ってことですからね。まあこれでいいや。うん。